何たくらんでるおい、なんだこれは。戦友なんかじゃねえ、共犯者だろ。イシュバール以来会ってない俺を当てにしたのかあれを焼いたのがお前さんだと聞いてピンと来たよ。根底が俺じゃなかったら危なかったかもしれんぞ。あんまり危なっかしい綱渡りしてると、いつかしっぺがしっらうぞ。なんせ損傷がひどくてな。 生前焼けか死後焼けかの区別もつかん。イシュバール戦の英雄が、親友の仇とはいえ、小娘相手にここまでやるた。懐かしいな。お前さんが焼いて、俺が解剖。イシュバールは巨大な人体実験場だった。